はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日は中学受験算数基礎講座、算数速さの98回目、速さと比の23回目、入試問題をやってみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、この私竹谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。では早速やってみましょう。速さと比の23回目入試問題です。ある道のりを行くのに、自動車なら10分かかり、バイクなら20分かかり、自転車なら60分かかる、道のりを、はじめに自動車で、次にバイクで、最後に自転車で、それぞれ同じ時間ずつ乗り継いでいくと、全部で四角分かかります。さあ、もうこれ比でしか解けないんですよね。さあ、ある道のりをね、自動車なら10分で、バイクなら20分で、自転車なら60分で行く。さあ、同じ道のりをかかる時間の比は10対30対60ですから、同じ道のりをね、同じ道のりをかかる時間の比は、車とバイクと自転車では10対20対6、つまり1対2対6です。ね、時間の比が車とバイクと自転車で1対2対6ならば、速さの比はどうかっていうと、速さは道のり割る時間ですから、道のりが全部1とすると、1割る1対1割る2対1割る6の逆比になるわけです。1分の1対2分の1対6分の1。さあ、分母揃えると6分の6対6分の3対6分の1になりますから、6対3対1になります。速さの比は6対3対1。一番速い車が6進むと、バイクは3進み、自転車は1だけ進むわけです。さあ、速さの比が6対3対1と分かったら、さあ次、今度ね、はじめに自動車を、次にバイクを、最後に自転車で、それぞれ同じ時間ずつ乗り継いでいく。同じ時間ずつ。同じ時間ってことは、自動車が一番同じ時間で進むわけです。次にバイク、次に自転車っていうイメージです。そうするとね、同じ時間で進む道のりの比は、同じ時間で進む道のりの比は、時間を1と置くと、6×1 対 3×1 対 1×1 です。速さかける時間です。つまり同じなんです。6対3対1なんです。同じ時間をね、自動車に同じ時間、ね、バイクに同じ時間、自転車に同じ時間ってやるとね、自動車は、ここに書きましょうか。同じ時間だったら、6進めるんです。自動車は6進み。でも同じ時間。
で、そしてバイクにバトンタッチすると3進むんです。で、最後の自転車は1だけ進むんです。さあ、じゃあ最後ね、自動車は6進みました。バイクは3進みました。自転車は1進みました。全部で6たす3たす1で全部の道のりは10とします。そうするとね、10のうち6自動車進むわけです。全体で10分の6進みます。バイクは10分の3進みます。自転車は10分の1進むんです。そして自動車はっていうと10分で全部進むわけだから、10分だから10分の10分の6進むわけだよね。ってことは時間は10分本来かかるところの10分の6の道のり行くわけですから、 10×10 分の6で6分、この自転車に与えられた時間は6分なんですよ。で、そうだそう、これも6分ですよね。バイクは20分です。全体で20分、そのうち全体の10分の3をバイクが乗るんですから、20分かける10分の3でやっぱり6分ですよね。6分。自転車もやってみましょう。自転車は全体で60分で行くわけです。で、そして10分の1の道のりを行くわけですから、60分かける10分の1でやっぱり6分です。つまり、これつじつま合うわけです。どれも6分ずつやると同じ時間で、それ6分だけれども、車は10分の6進んじゃう、バイクは10分の3進んじゃう、自転車は10分の1進んじゃう。6分、6分、6分です。で、何答えるかっていうと、それぞれ同じずつ乗り継いでいくと、ほにゃふんかかる。6分、6分、6分ですから、これ18分だよね。ゆっくりやってみて。ね、頭使ってね。いいなと思ったら、チャンネル登録お願いします。では、今日はここまでにしましょう。